この自力の心の続きですが、自力の心というのはですね、また別の言葉で言うと、差別する心と。こういうふうに言います。仏教的な言葉で言うとですね、分別知と言います。仏教的な言葉で言うと分別知、分かりやすい言葉で言うと差別する心、ね、私たちは無意識のうちに人と比べてしまうんですね。こう人と比べてね、どっちが上かと、ね、女性がこうね通り過ぎるだけでね、巌流島のような血栓がパチ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 、勝ったとかね、負けたとかね、そういうふうにこう勝った負けたという言葉を持ってきてしまうというのが、これがですね、やっぱり苦しみを生み出す元なんです。なぜ私たちは苦しまなければならないのかというと、どうしても人と比べてしまうからなんですね。人と比べるから、だから苦しむんです。人と比べてね、見劣りしたくない、少しでも上に立ちたい、ね、ダメだと言われたくない、それによって、苦しみが生み出される、ね、でどうしてもね、これがなくならないんですね。それはなぜなくならないのかというと、私たちにはですね、うぬぼれ心があるからです。これをですね、狂慢心ですね。この心が邪魔をして差別をしてしまうわけです、ね、人の上に立ちたい、ね、人の下になりたくない。どうしたらね、この心から離れることができるかと、これはですね、結論から言うと苦しむしかありません。はい、もう苦しむしかありません。本当ですよ、もうこれしかないんですよ、結論から言うとね。もうこの心で苦しん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 できた人だけ離れることができます。だから人の上に立ちたいとかね、見下されたくないとか、全部これうぬぼれ心なんです。うぬぼれ心で、そのうぬぼれ心がなくなるまでは苦しむんです。でどうしたらね、なくすことができるかって言ったら、なくなるまでね、苦しむしかないんです。それがうぬぼれ心が原因だと思って苦しむのとね、うぬぼれ心を気づかずにね、苦しむのとでは全然違うんだよって、うぬぼれ心と気づいて苦しめば、あ、この心が原因なんだってことが分かるんです。結局ですね、人の上に立ちたい、人より目立ちたい、人より有能なものと見られたい、これが狂慢心のね元ですけど、じゃあそんなにね、人の上に立って何か意味があるかってことなんです。人より有能になってね、何か意味があるか。意味があると思ってるから上に立ちたいわけ。人よりも上に立ちたい。人よりも素晴らしい人と言われたい。そういうのはね、上になることにすごく意味があると思ってるんです。有能になることに価値があると思ってるんです。だけど実はですね、上に立っても何も変わらないんです。有能になっても何にも変わらないんです。人を見下せるような状態になっても、ね、何にも変わらないんです。だからこの価値観から離れないといけないんですね。そういう上だ下だというね、そういう価値観から離れることを
有無を離れると、こういうふうに言うんですね。こういう価値観から離れる、これを有無を離れる。こういうふうに言って、これはどこにあるのかというと、浄土山にあります。ページ数で言いますと220ページ。この真ん中の右ですね。下脱の降臨極もなし、高速こうるる、ものは皆、有無を離ると述べたも、平等学に奇妙せよ。こう、有無を離れるということでね。こう、有無を離れないと、この狂慢心はなくすことはできない。有無を離れるっていうことは、そういう価値観から離れるってことです。そういう価値観で苦しんでるんですよ。上に立ちたい、負けたくない、見下ろしたいっていうね、そういう価値観が幸せになれると信じてるわけ。でもそれは幸せじゃないんだと分かるまで苦しむしかないんですね。要はそれでは幸せになれない。これは仏法を聞きながらやっぱり苦しんでいくしかないってことです。仏法を聞かずにね、苦しんでいたらずっと狂慢心で苦しむんですけど、仏法を聞きながら苦しんでいた場合はですね、聞いていくことによってだんだんと分かってきます。これではいけないってことがね、分かってきます。で、分かるまで人生をいろいろ経験してください。はい。ですから仏法というものを聞いてですね、人生を真面目に生きてみてください。その人生を生きていくことによって初めて、あ、本当にね、そういう価値観って本当に幸せになれないな、上に立てばね幸せになれると思ってるんです。有能になれば幸せになれると思ってるんです。でもそこにはですね、苦しみしかないなっていうことが分かるまでね、分かるまで苦しむしかないんですよ。それは私たちにとって必要な苦しみってことですね。だから、仕方ないです。人に頼っても意味がないんですね。何とかしてよって言われてもどうすることもできない。そこは自分で気づくしかないってことです。だから早く気づくか遅く気づくかはですね、やっぱり真面目に人生を送っているかどうかだと思ってください。だから不真面目にね、人生を送っている人はいつまでも気づきません。不真面目に生きるってことはね、自分の、人生を人任せにしている人です。つまり人に幸せにしてもらおうと思っている限り何にも気づかないんですね。で、苦しくなったらみんな人のせいにするんです。だけど自分の足でね、自分の意思で歩いていく人にはね、必ず気づくと思います。ああ、やっぱりうぬぼれ心が私にとってね、苦しみなだ。そのうぬぼれ心のもとは上に立てばね、幸せになれると思ってる。そうじゃないんだ、この価値観から離れなくちゃいけないんだなっていうね、これが仏教の言葉で言うと恩理恵国とね、縁理か、縁理恵国という心です。こういう価値観から離れたい。有無を問題にする世界を汚れた世界と言われてですね、恵国と言います。汚れた世界っていうのはね、どっかにあるわけじゃなくて、有無を問題にする世界ですね。つまり有能になりたい、上に立ちたい、お金持ちになりたい、そういう価値観をですね、この有無を問題にしている世界だから上に立ちたいわけ。上になりたい、人を見下したい、人よりも上に立ちたいってこう思うんですね。その価値観から
離れたいって心ね、それでは苦しい競争だからです。どこ行っても有無を問題にしている限り、どこ行っても競争しないといけないんです。勝った負けたなんです。勝ったら嬉しいけど負けたら苦しい。勝っても、ま、次は負けるんじゃないかという苦しみを味わわなければならない。そういう世界をエコクっていうんです。そこから離れたいっていう心だね。遠離エコクっていうことです。そして新しい価値観がね欲しいんです。その新しい価値観、今までの価値観を抜け出して脱皮して新しい価値観に、求めていくのが厳母浄土ってことですね。だからこれは単にね極楽浄土に生まれたいってことではなくて、今までとは違う価値観に生まれ変わりたいってことです。今までの価値観ではもう競争ばかりで苦しい。その価値観から離れてね、新たな世界、新たな価値観に行きたい。苦しみのないそういう世界に行きたい。それは苦しみのない世界というのはね、どっかねそういう世界があってそこに行くってことではなくて、そういう価値観に変わると思います。全く今までとは違う価値観に生まれ変わることを厳母浄土って言われるんですね。で仏教はそれを教えられていますので、厳母浄土の心が起きるまではですね、やっぱり仏教を聞きながらこの異国で苦しむしかないんです。その苦しみが遠離の心を生むんですね。遠離っていうのは厭う、もう苦しみたくない、離って離れたいって心を生む。その苦しみが生み出すので、その苦しみが私たちにとっては非常に大切なものとなります。だから苦しんでください。はい、こういうことですね。じゃあ時間となりましたから終わりたいと思います。